今回は植物の進化歴史について解説していきます。マリサ、そもそも植物とは何か説明できるか？当たり前だろ、そこら辺に生えていて、光合成してる奴らでしょ？そうなんだが、補足していくと広辞苑の第5番によると植物は、草や木などのように、根があって場所が固定されて生きているような生物のことで、動物と対比させられた生物区分である。言われてみるが納得のいくな。光合成は関係ないんだな。光合成しない植物もいるからな。それは今度解説していくよ。そんな植物がいるのか知らなかったよ。植物が何か分かったところで、植物の起源について解説していくぜ。1。最初の植物、藻類。ここから植物は始まったんだな。藻類とは、酸素発生型光合成を行う生物のうち、主に地上に生息する苔植物、シダ植物、シシ植物を除いたものの総称である。こいつらは光合成するんだな。かつては下等な植物として単系統をなすものとされてきたが、現在では多系統と考えられている。したがって藻類という呼称は光合成を行うという共通点を持つだけの多様な分類群の総称であり、それ以上の意味を持たない。藻類は、水中で生活します。茎、根、ね、葉っぱの区別はない体全体で栄養素を吸収して生息しています。先カンブリア時代から出現し、現世まで耐えることなく、生息している。2. 地上で生活を始めた苔植物。苔植物とは、陸上植物かつ非観測植物であるような植物の総称、もしくはそこに含まれる植物のこと。苔類や繊維類、繊維植物などとも言う。世界中でおよそ2万種ほどが記録されている。基本的には陸上生活をするが、少ないながら淡水中に生育するものもいた。ただし海水中に生育するものは確認されていない。湿った環境を好む種が多く、温暖で湿潤な地域に多くの種を産する。乾燥した環境にも、数は少ないが、適応した種はある。森林に生活する種が多いが、岩場や渓流、滝の周辺などにも多くの種が見られる。古くは陸上植物の中で、小柄で異観測を有さないことから、陸上生活への適応が不十分な原始的な群とされ、シダより下等な一群として扱われてきた。古生代オルドビス期に入ると、苔類が出現します。苔類は、これまでの藻類から、陸上へと生活の場を広げました。と入っても、湿った場所にしか生息できません。3. 大繁栄を遂げたシダ類。シダ植物は異観測植物のうち、胞子による繁殖を行う段階にある植物の総称。シダ植物の生活感は典型的な単複世代交代型であり、胞子からだと全葉体の2基があり、それぞれが生活を営む。胞子からだは原数分裂を行って胞子を作り、これを散布からだとするが、1種類の胞子を作る同系胞子性のものと2種類の胞子を作る異系胞子性のものがある。古生代石炭期に入ると、シダ類が大繁栄します。初めて、根、茎、葉っぱに分化した組織を持ち、栄養分を根から効率的に取り込むために、異観測を持っていました。異観測ってなんだ？異観測とは、植物が持つ内部組織の一つ。植物体の全体にわたってその内部を貫く。役割としては液体の運搬と植物体の機械的な指示である。効率的に栄養素を取り込めるようになり、水の近くからやや離れても生息できるようになり、大繁栄を遂げました。大量に生息したシダ類は、石炭となり、人類の産業革命のきっかけとなったことは周知の事実です。周知の事実とか知らんがな、どうして産業革命と関係があるんだ？マリサ、それはね、シダ植物が石炭になったからだ。石炭は19世紀の産業革命の原動力となった化石燃料だったからだ。それまでは、製鉄などに木炭を使用していました。木炭を上回る性能を持つ石炭が製鉄の膨大な生産量を支えることで、文字通り革命的に、工業が発展していきました。なるほど、産業革命は中、高で習った気がするが、もう忘れたな。4. 種を持った初めての植物、裸子植物が誕生。裸子植物は、
四肢植物のうち胚種がむき出しになっているものを指す。ソテツ類、胃腸類、末類、グネツム類を含む。特徴として裸子植物は四肢を作るようになった最初の植物である。最も初期の裸子植物はシダ四肢植物である。古生代後期に出現した。シダ植物のような葉に四肢をつけたものである。古生代末に環境が乾燥化するにつれ、胃腸類、ソテツ類、それにキカデオイデア類が分化し、シダ植物とその地位を交代した。その後に針葉樹が分化し、中生代の地上はこれらの樹木に覆われた。また、中生代は恐竜時代とも言われるが、裸子植物を中心とした植生は、恐竜の繁栄を大いに支えた。中生代末から四肢植物にその地位を取って代わられ、現在では胃腸類、ソテツ類、グネツム類は少数の種が残るのみである。現世の裸子植物の大半は針葉樹であるが、温暖で湿潤な環境では針葉樹が優先する植物群落は稀で、寒冷な地域に広く分布する。硬い表皮で覆われた種が動物や自然環境によって遠方に運搬され、容易に勢力範囲を伸ばすことができるようになりました。いかがだったでしょうか？今回は植物の進化歴史について解説していきました。このチャンネルでは火曜日に植物関連、土曜日に生物関連を動画を出していますので見ていただければと思います。高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた。